南部陣屋は北海道函館市元町に所在した南部藩の陣屋跡。函館山山六の南部坂の名前は南部陣屋が坂上の函館山ロープウェイ三六駅専用駐車場のあたりに置かれたことに由来している。当初、完成11年の東江戸地抗議御領時代に函館の警護を命じられた南部藩が函館屋地頭の北方に設置した。 元陣屋で、文政四年に、まさき藩の江戸地復領によって廃止され、安政二年函館開港に伴えない、江戸地が再び抗議五領となり、函館分業が設置されると、函館山岬と、江山岬から幌別までの沿岸警備を命じられた際に、元の陣屋の交付を受けたが、使用に耐えなかったため工事にあたり、東西百二十メートル、南北百八十メートルの敷地が三段に、 別れ周囲に空堀と土塁が巡らさせ、210人ほどの兵員が廃棄されていた。慶応4年、成城不安から南部藩は江戸地系護兵を撤退させることとなり、8月31日夜半、陣屋に火を放って帰国し、南部陣屋は廃絶した。同年、南部藩は秋田戦争に参戦したものの、久保田藩から扇田村で奇襲を受けて一時撤退していた。 このため、南部藩は三古屋のヘジ、雫石、函館から兵を集めた。函館の南部兵は、幕府、新政府から共に、その守備を命じられていたものである。装備は最新鋭であったが、南部藩は無断で兵を引き抜いたため、後々このことが、秋田戦争における罪状の一つとして、新政府に断罪される。ありがとうございます。